る皆さんお疲れ様です。今日一気に涼しくなりましたね、今日参加してくださってありがとうございます。6時から7時まで1時間こちらの有楽町の糸島屋前で街頭宣伝ウィーメンズアクションを行いたいと思います。今日のウィーメンズアクションは、記念ですね。安倍政権が倒れてから初めての街頭宣伝になります。安倍政権が倒れてから街中に出た方いらっしゃいますか？私は今日初めてなんですけれども、まずどういう反応なのかなっていうのと、まずはですね、約8年間皆さんと一緒に長らく安倍政権を倒すために、粘り強く戦い合った仲間の皆さんと、ひとまずは安倍政権を倒したってことと、安倍政権下での体験を止めることができたということを喜び合いたいと思います。これをですね、でも 手放してやったーってなるわけにいかなくて、余計なことを彼はしていったわけですけれども、敵地攻撃をですね、議論を進めるっていうことで勝手にですね、NSC とかで勝手に議論を進めたりして、次の政権にこの敵地攻撃をですね、可能にできるような、そういった議論をですね、置き土産みたいにしていったんですけれども、とんでもないと。本当ね、この人は余計なことをしてくれんなと思うんですけれども、飛ぶ鳥跡を濁さずじゃないけれども、最悪だなと思っています。とりあえずですね、安倍さんが念願だった会見はできなかったわけです。それもですね、私たちの粘り強い戦いが止めてきた、国会内の圧倒的多数自民党が握っている、こういったですね、かなり不利な状態でも長年会見を止めてきたのは、何度も言うようにこう言って街頭宣伝を行って、コロナの中でも工夫しながらみんなで声を上げ続けてきた、これがですね、安倍政権を追い詰め会見世論を、盛り上げられなかった、そういったところに安倍政権の退陣っていうのは結びつくと思っています。体調が悪いと何度か言ってますけれども、そうじゃなくて彼はもっともっと前から辞めるべき人間だったわけです。なので今回辞めるのは当然であって、今後ですね、次は誰になるとか言ってますけれども、やっぱり皆さん、もう自民党じゃダメですよね。自民党だったら誰がなったってダメなんですよ。欺瞞ですとか、その隠蔽捏造、そういうですね、ことが当たり前になっている自民党にもう政権は担わせられない。私たちがこれから私たちの政権を作っていく、お任せ政治じゃダメだってことも分かりましたよね。安倍さん、なんで8年間近くも首相をやってたか、これはですね、首相の人間は信用できないっていうのが世論の圧倒的多数なのに、適任がいない、他に人がいないじゃないか、そういう理由で8年間も続けてきたわけですよ。つまり誰かに託す政治がこういうふうに安倍一強政治を作ってきた。もう託す政治をやめて担う政治にしていきましょう。私たちがこれからの未来を担っていくという、そういったことで野党の皆さん今日来ています。野党と市民の共闘で、野党と市民が一緒になって力を合わせて私たちの未来を作っていく、誰かに任せる政治もうやめましょう。こうやって街頭で私たち一緒に共闘体制を組んでいます。どうでしょう皆さん、こういう未来の方がいいと思いませんか？今日は野党の皆さん来てくださっています。到着順でお話ししていただきたいと思います。まず最初に日本共産党の参議院議員の山添拓さんです。お願いします。有楽町駅をご利用の皆さん、お近くの皆さん、こんにちは。日本共産党参議院議員の山添拓です。今日はウィメンズアクションですが、メンズを代表して、出席をさせていただきました。安倍首相がとうとう辞任をいたしました。健康上の問題が理由だと総理は説明をしておりますけれども、しかし実際にはその背景にはもう勘弁してほしいという多くの人たちの思いが、運動が追い詰めて辞任する以外に道がなくなった、こういうことがあるんじゃないでしょうか。7年8ヶ月にわたって在任期間が歴代最長に及ぶ、長きにわたってお疲れ様、こういう報道が
たくさんなされています。しかし長ければいいってもんじゃないと思います。最長にして最悪の政権だったんじゃないでしょうか。憲法違反を繰り返してきました。あの集団的自衛権の行使を認める安保法制戦争法を強行した秘密保護法も共謀罪も多くの方が反対だと訴える中で数の力で押し通してきた政治です。アベノミクスだと言って株価を上げてきたかもしれない。しかしその株価は幻の株価値でしかありません。金融緩和と公的資金まで使った買い支えで株価を演出してきた大企業や一部の大株主の皆さん、確かに潤ったかもしれません。しかしその利益はいつまでだっても滴り落ちてなど来なかったんじゃないでしょうか。トリクルダウンなど起こらないということははっきりしています。一方で庶民に対して2度も消費増税を押し付けた、社会保障は連続して解約を押し付けてきました。こんな政治が過去にあったでしょうか。大企業にばかり目を向けてその利益を擁護して暮らしを破壊してきた7年8ヶ月じゃなかったでしょうか。挙句の果てには森友、加計、桜を見る会、さらには検察人事にまで介入をする政治の私物化を行ってきた、そのことに対する反省は全くありません。皆さん、安倍首相の辞任の会見で政治の私物化について批判をどう受け止めるか、こういう質問がなされましたが、総理が何と言ったかといえば、私物化はあってはならないし私物化していない、何の根拠もなく否定するだけだったではありませんか。こういう政治をもう二度と繰り返させてはならない、続けさせてはならないんじゃないでしょうか。今テレビをつければ自民党の総裁選のニュースばっかりです。自民党の党内のことになんで私たちが付き合わされなくちゃいけないんでしょうか。しかも皆さん、その内容は総裁選のやり方がどうだ、日程がどうだ、派閥がどうだ、こういう上っ面の話ばかりで、これまでの政治のやり方を進めるのかやめるのか、コロナ対策どうするのか、こういう中身の話はほとんどなされないではありませんか。誰がやっても同じだから、やらなくてもいいということなんでしょうか。だったら皆さん、この政治はもう変わるしかないんじゃないでしょうか。今なぜだか安倍政権の支持率がちょこっと上がっているように報じられています。お辞めになるからお疲れ様ということで支持をする、こういう方もおられるかもしれません。しかし皆さん、政府のこの間のこの半年間のコロナ対策はとても褒められたものじゃないんじゃないでしょうか。検査も増えない、医療機関への十分な支援も行わない、暮らしと経済どんどん悪化する中でも補償を受けたり支援を、さらなる支援を示さない政治です。このまま委ねておくわけにはいかない、こういう方がきっとご通行中の皆さんの中にも多いのではないでしょうか。もう自民党や公明党の政治ではダメだと思うんです。皆さん、コロナの先には危機を乗り越えて人間らしい生活をみんなができる、経済的効率をだけを優先する、こういう世界ではなく新自由主義的な考え方から抜け出してケアに手厚い社会を作っていく、当たり前の生活を送れるような社会にしていく、8時間働けば普通に暮らせる社会に変えていく、こういう政治を作っていこうではありませんか。そのために皆さん、自民党総裁選が終わってもその総裁は暫定政権でしかありません。あっという間に取って代わらなくちゃいけないと思います。市民と野党の共同の力で、憲法を守り抜いた共同の力で、憲法を生かした政治をご一緒に作っていこうじゃありませんか。そのために私も
全力を尽くしたいと思います。皆さんともに頑張りましょう。ありがとうございます。ただいまのスピーチは日本共産党参議院議員の山添拓さんでした。どうもありがとうございます。それでは続きまして、社民党からも来てくださっております。社民党党首の福島みずほさんです。お願いします。ちょっとすいません、ウィメンズアクションでの解説です。解説入りでごめん、実況、実況中継。どうも皆さんこんにちは。糸島市前の皆さんこんばんは。お買い物あるいは仕事帰りの皆さんこんばんは。社民党参議院議員福島みずほです。今日はいい男山添さんもおりますがウィメンズアクションということで女性たちでここでアクションを毎月やっています。どうか聞いてください。社民党参議院議員福島みずほです。安倍総理が8月28日辞任会見をしました。7年8ヶ月どうでしょうか。私は安倍政治の負の遺産を清算し新しい政治を皆さんたちと一緒に作りたい、そう思っています。負の遺産じゃないですか。1つ目、秘密保護法、戦争法、安保関連法、そして共謀罪、たくさんの違憲の法律を作ってきました。これは廃止をしなければなりません。そして2つ目、新自由主義で生活が壊れました。今コロナ禍で皆さん今どんな生活ですか。非正規雇用は2100万人、実質賃金は下がり続け、預貯金ゼロという人が増えています。こんな中でだからこそみんなの生活が疲弊している。保健所削減してきました。病院削減してきました。医療や介護、生活保護、どんどん切り捨ててきました。そのツケがまさに今コロナ禍の中でみんなに押し寄せている、そう思います。皆さんどうでしょうか。だからこの政治を変えたい、そう思っています。命と暮らしを守る、そのことを安倍政治はやってきませんでした。だからコロナにも対応できない、PCR 検査そんなに増えないじゃないですか。まさにコロナ対応間違っています。今雇用調整助成金まで行き着かない人、解雇や派遣切りにあった人、会社でも倒産するんじゃないか、そんな声が本当に寄せられています。先日大学病院のお医者さんが陽性に来ました。月に10億円赤字になる、年間100億円、これから第2波コロナの中で病院が倒産していく、あるいは本当にさまざまな会社が倒産していく、人々が解雇や派遣切りに遭っていく、今起きていますが、そんな状況です。だからこそ政治の出番です。皆さんどうでしょうか。安倍政治の負の遺産を清算し新しい政治を皆さんたちと作りたい、そう思っています。社会民主主義でグリーンリカバリー、持続可能な社会が必要です。グリーンリカバリー、脱炭素、脱原発、これを実現しなければなりません。命と暮らしを守る、こんな政治を皆さんたちと作りたい、そう思っています。隠蔽、改ざん、そして私物化、自分たちの友達だけ優遇し、こんなことを変えたいんです。森友、加計、桜を見る会、黒川さんの定年延長、そして河合夫妻の刑事事件、これを変えたいんです。こんなの私物化された政治じゃないですか。自分たちに都合のいい、自分たちのためだけの政治じゃないですか。それを変えたい、そう思っています。皆さん、安倍総理は自分の在任中に
敵基地攻撃の方向性を出したい、そう言っています。とんでもありません。安倍総理が在任期間中にちょっとすいません声が変になってすいませんが、在任期間中にやるべきことは自分の森友家計、そして桜を見る会、河合夫妻の、選挙についての自分のコミット、お金の使い道、それこそ説明を尽くすべきではないでしょうか。皆さんどうですか。だから政治を変えたい、そう思っています。女たちは頑張る、そんな政治を一緒に作っていきたい、そう思っています。社民党参議院議員福島みずほです。たくさんの人たちと未来を作っていく、暗黒政治の安倍政治が終わって次の暗黒政治が始まる、そんなことをさせてはありません。どうか皆さん、安倍政治の負の遺産を清算し、未来を一緒に作っていきましょう。頑張ります。ありがとうございます。コロナじゃないよ。ただいまのスピーチ、社会民主党の党首福島みずほさんでした。ありがとうございます。今日は共産党から山添拓さん、そして社民党から福島みずほさんが来てくださっております。もう自民党政治終わらせましょう。自公政権ではもうダメなんだと。私たちの未来は自公政権ではもう私たちの未来は全く希望のないものになってしまうんだ。だからやっぱり私たちの手で私たちの政府を作っていかなきゃならない。そのためにもやっぱり市民の私たちの声、民衆の声を聞いてくれる戦う与党の皆さんと一緒に、私たちも政治にしっかりと参加していくことが大事だと思う。決して維新ではダメですよ皆さん。維新も同じようなもんですからね、もっとひどいと思います。本当にああいうマッチョな考え方大嫌いです。あのね、イソジンとかいて横でですね、ふんぞり返った松井さんがいて、本当にこれはもうボーイズクラブだなと思うんですけども、ああいうところじゃなくて、こうやってウィーメンズアクションに山添さんも参加する、みんなと一緒に未来を作っていく、そういう形じゃないといけないと思うんです。今署名を行っています。これは安倍政権の改憲反対の署名ですが、安倍政権いなくなっちゃいましたけど、でも署名にはですね、安倍首相らって書いてあるので、が企てる憲法改悪に反対する署名です。らにたくさん含まれてますからね。自公政権維新みんなですね、安倍首相らですから、皆さんこの署名はまだできますので、ぜひやっていってください。安倍首相が変わったって改憲の希望は捨ててないわけです。自民党は、自民党の改憲というのはなくなっていないわけです。私たちは気を引き締めてですね、敵地攻撃なんてとんでもない、憲法をしっかり守れという声を上げていくために、まだまだ署名間に合いますので、署名していってください。安倍政権倒れて、ああよかったじゃなくて、まだ改憲への希望は捨ててませんから、私たちこれからも頑張って、本当に本当に憲法に触れたら自分たちの政治生命が危うくなるんだっていうような世論形成しっかりと作っていきたいと思いますので、署名ありがとうございます。早速してくださっています。ありがとうございます。それではですね、リレートークに移りたいと思います。まず最初に国交労連の伊吹さん、お願いします。皆さん、お騒がせしております。国交労連の女性協の伊吹と申します。よろしくお願いします。国交労連というところは国家公務員の、組織する労働組合になります。国家公務員が労働組合を作っているということを聞くと、なぜだろうというふうに思われる方はいらっしゃるかもしれません。国家公務員であっても労働者であり、労働組合を組織することもできます。そして私たちの労働条件を変えてほしい、良くしてほしいということで、人事院や政府に
要求をすることができます。私たちは国家公務員ということで国の施策に従って仕事をしなくてはなりません。そのため森友学園の問題では財務省近畿財務局で働いていた赤木さんという男性が財務省が作った書類を自分の思いとは反対に改ざんをせざるを得なくなり、その責任を押し付けられたことにより自殺をしてしまいました。これについては奥さんである赤木春江さん、春江さんじゃないですね赤木雅子さんが、裁判所に行って真相を究明するということで記者会見もされ、しかしその中で政府は説明責任を果たしたということでさらなる調査を行わないということを言っています。でも決して許されるべきことではありません。国家公務員はしっかりと国民のために働き誠心誠意努力をしている中で政府のために書類を改ざんするということはあってはならない。あってはならないからこそ赤木さんは死を選んでしまわざるを得なくなったということになります。私たちは決してこれを忘れず赤木さんの死の究明を引き続きやっていきたいと思っています。憲法と平和は全ての生活に、全ての国民、全ての労働者の中に生きています。平和でなければ、憲法が守らなければ、私たちの生活は成り立たない、私たちの業務も成り立たないというふうに思っています。今、自民党の改憲法案を見ていくと、私たち国家公務員の仕事も大きく変えられようとしています。戦争に国民を送り出すような行政に二度としたくはありません。ですので国家公務員の労働組合として国交労連として憲法改悪反対という姿勢を貫いています。先日私の娘ができました。世間でいうおばあちゃんと言われる存在になりました。だからこそというわけではありませんが、やはり将来未来に私の孫が安心して生き生きと明るく生活していく未来を残していきたいという思いがふつふつと湧いています。これまで以上にこれからまた憲法改悪反対、それから平和憲法を守る取り組みに奮闘していきたいと思います。決意を述べて発言とさせていただきます。どうもありがとうございました。伊吹さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、元豊島区議会議員の山口喜久子さん、お願いします。有楽町駅をご利用の皆さん、こんばんは。ご通行中の皆さん、お騒がせしております。月に1回ここでウィメンズアクションということで、私たちは平和を愛し、そして基本的人権、一人一人が大事にされる社会を実現したいという思いでここに集まって皆さんに訴えをさせていただいています。今日もぜひ足を止めて聞いていただけたら嬉しいです。今日は国会議員で山添拓さん参議院議員、そして福島美穂さん参議院議員が来てくださいました。皆さん、安倍総理やっと辞めてくださいました。理由は何であれ、やはり
総理は辞めるけれども国会議員は続けるというふうにおっしゃっていました。やはり自らが築いてきたさまざまな疑惑の数々、森友問題、加計学園の問題、桜を見る会とかいっぱいありますけれども、そういうものに対する説明責任、最後まできちんとやってもらいたい、そう思います。それはやらないとこれからも本当に自民党政権安心できない、私たちはそう思っています。このコロナの中で今たくさんの若い人たちが仕事を奪われています。各自治体の中で、私の住んでいるところもそうですけれども、福祉事務所に生活保護申請を求めていく若い方たちがたくさん増えています。反貧困ネットワークの皆さんが声をかけ、そして SOS があった時に駆けつけて、300円しかない、そういう人たちのところに駆けつけて、そして生活保護申請をしていく、私もその同行支援などをしていますけれども、本当に若い人たちが居酒屋で働き、医療に入って働いていたのが仕事がなくなって解雇されて、仕事も住まいも同時に失っていく、そういう人たちがたくさんいます。そしてもうどうにもならなくなった、もう死にたいとかいう気持ちの人たちを皆さんで NPO の人たちが救って、そして生活保護申請を受けて住宅をアパートを借りて、そしてこれからの生活をどうしていくか相談に乗っているところです。この間もニュース23で取り上げてくださいましたけれども、若い青年、彼は30代のとってもいい青年です。私が同行支援した人ですから覚えていますけれども、すごく真面目ないい青年ですけれども、彼がテレビの中で言っていました。普通に働いて普通に暮らしたいというふうに言っていました。こんな若い方たちが未来に希望が持てない社会なんておかしいと思うんですよね。若い時ってやっぱり未来に希望があって、これから良くなる、来年は10年後は20年後はもっと良くなるという希望を持って働いて生きていくもんだと思います。私が若い時、子供の時からも青年、10代20代30代の時もそうでした。もっといい時代が来る、だから一生懸命働いていく、暮らしていくっていうのがあったと思うんですけど、今本当に若い方たちが絶望感に浸っています。大学に今年入った人たちも大きな大学ほど一度も授業がありません。地方にいる方は東京の大学にせっかく受かったけれども、まだ一度も登校したことがない。本当にうつうつとした中でオンライン授業を受けているんですよね。本当に若い人たちが、そして就職活動が今始まっている中でもなかなか就職するところが見つからない、就職試験すら受けられない、アプローチもできない、そういう状況にあります。こんな鬱屈した社会、やっぱり変えていかなければいけないと思うんですね。天下の自民党が政権取っててあれだけ大きな顔してたんだから、今のコロナのこういう状況の中で若い人たちに希望を持たせるような政策ができなくて何なんだと思います。何にもやらなくってやめていく、何にもやらなくって、そしてその自民党の中で政権のたらい回し、まさに利権のたらい回し、次の利権誰が受け取るか、ここにつけば次が大臣になれるとか、そういう思惑で動いている人たちによってまたこれからの政治が続くのかと思うと本当に嫌になります。どうか皆さん、この鬱屈した、本当に未来に希望が持てない安倍政権、安倍さんが総理大臣を辞めたとしても、安倍政権が担っているその全体のトータルとしての自民党、公明党政権をやっぱり変えていかなければいけないと思うんです。皆さん一緒に声を上げていきましょう。よろしくお願いします。山口紀子さん、どうもありがとうございました。続きまして、新婦人の会会長の米山敦子さんです。お願いします。夕
有楽町前ご通行中の皆さん、ご近所の皆さん、こんばんは。私たちは月1回この場所でウィメンズアクションといって、女性たちが声を上げる、街頭で声を上げるという取り組みを毎月行っています。よろしくお願いします。私は新日本婦人の会という女性団体で活動しております。女性たちも安倍さんやっと辞めてくれるのというふうに喜んでます。というのは今世界で女性運動がこの共通の目標にしてたのが平等、開発、平和と、特にもう平和なくして平等なし、平等なくして平和なしと、この平等と平和っていうのは本当に一体のものなんだと、どっちが欠けても人間として私幸せには生きていけないということを掲げて女性運動を目標にしています。それをここを真っ向から立ちはだかっていたのが安倍首相だったからです。特に安倍さんはもう就任早々から自分の手で憲法9条を改悪して日本を戦争する国にするんだということでずっと狙っていました。で、戦後女性たちはもう二度と戦争は繰り返してはいけない、で唯一の被爆国日本の女性たちがここで声を上げなければということで憲法9条、とりわけ9条は守り抜こう、戦争はもう二度としてはいけないという声を上げ続けてきました。戦争法を強行した後、本当に広範な市民による共同行動ができました。で共通する署名をたくさん集め、もうずっと戦争させない、9条改悪反対という声を上げ続けた結果、安倍自民党がどれだけ票を取ろうと安定政権だと言われようと会見を阻止することができました。本当にこれこそ市民の運動と野党が共同して戦った結果だと思います。私たちはこれは大いに確信してもいいのではないでしょうか。またジェンダー平等に対しても安倍さんは個人個人を尊重する、また女性が声を上げるということにいつも難色を示していました。憲法には個人を尊重するとありますが、もう個人よりもとにかく社会保障を切り捨てて、それをもうとにかく家族に押し付けると、家族は助け合わなければならないっていうことを憲法に書き込もうとしていたわけです。そして、夫婦別姓の問題、選択的夫婦別姓はもう本当にみんなの課題になっていますが、去年の選挙の時も党首で反対の手を挙げたのは安倍首相だけだったんですね。こういう私たちが願っていることには耳を傾けない、で願ってもないことを、一部のお友達や大会やアメリカ言いなりに政治を進めてきたのがこの安倍政権だったんです。この長年の7年8ヶ月という年月は本当の戦いの連続でした。でも社会保障制度、労働法制、私たちがここで一人一人が自立して生きていくに必要な制度を切り崩して取り崩しておいて、でやっぱりその平等と平和の基盤をね取り崩してきたのが安倍政権だったんです。それがこのコロナの問題で本当に問題が明らかになりました。じゃあ企業で大変だからやめてくれって、本当に女性たち、もし女性たちが首を切られる、学校が休校になった、じゃあどっちが休むって言ったらやっぱり女性たちが休まざるを得なかった。でとにかく大企業は儲け続けていても労働者の賃金は本当に増えない、増えない中で
女性たちは今非正規も含めると男性の賃金の 52% というそういう水準なんです。そういう中で消費税も2度も増税してしまった。本当にやっぱり一人一人の国民の顔が見えていない、個人個人を尊重していないという、それが明らかになったのが安倍政権だと思います。今この安倍さんの後誰になるかということで連日メディアもいろいろ報道していますが、この安倍政治の流れを組む人だったら誰がなってもやはり同じです。人と憲法を守り生かす、そういう政治に転換していく、今度の選挙がそのチャンスだと思います。で、私たちはやっぱり自分たちの要求、自分たちの願い、声を上げ続けて、そして運動して、野党が共同してこの自民党政治を倒していく、こういう流れを大きく作っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。米山さん、どうもありがとうございます。昨日国会で三浦真理さん の学習会に参加してきたんですけれども、彼女に聞いてびっくりしたんですが、安倍さんはジェンダーとかジェンダーフリーって言葉をですね、昔からですね言葉狩りをしていた張本人だったんですね。大昔そのジェンダーフリーとかジェンダー教育をしている先生はチクってくださいっていう密告フォームまで作ってたんですよ。皆さん2016年の時も同じようなことしましたよね。子どもたちを戦場に送らせないって言ってる先生はおりませんかっていう密告フォームを作ったわけです。どこどこ学校のどこどこ先生が子どもたちを戦場に送らせないって言ってましたっていう密告フォームをさせていたわけです。手口は同じなわけですよ。彼が若かりしき日もジェンダーとかジェンダーフリーとかいう言葉はもう片っ端から言葉狩りをして言わせない、教育させない、そういったことを、率先してきてやったのが安倍さんだったんですね。なので、まあ、とにかく安倍さんが倒れてよかったなというふうに思ってるわけですけれども、なので今日安倍政権倒れて初めてのウィメンズアクションはとても意味があるものだと思っています。それでは続きまして参加者の女性の方から、スピーチをお願いしたいと思います。皆さんこんばんは、お疲れ様です。まずはちょっとこちらにいる皆さんと、まあ、ねぎらいにお互いにお疲れ様でしたと、もう本当にさまざまな悪法をたくさん作られて、私は特定秘密保護法から国会前に行ったり集会に参加するようになったんですけれども、その後も集団的自衛権安保法制共謀罪法もさまざまな悪法がどんどん安倍政権によって作られて、でもうそれに対しておかしいって声を上げるだけで本当にヘトヘトになってしまったこの数年間で、皆さんもそういう方たくさんいらっしゃると思います。まずはお互いにその自分たちの活動、そのやってきたことに対してなんて言うんでしょうね、リスペクトしながらお互いにお疲れ様っていう、そんな気持ちで私は今いっぱいです。憲法をここまで変えさせなかったのは、これは本当にそれを変えさせないようにしていた市民一人一人の努力の結果だと私は思っています。ここっていいと思います。署名してくれた人たちの一筆一筆もそうです。その人たちの一筆一筆が憲法を守ったんだと思います。で今日はですね、9月6日ですか、墨田区にある、横浜町という公園、横浜町公園ですか、そこで関東大震災の時に朝鮮人や中国の方たちがデマによって日本人自警団や警察に殺されてしまったという、そのことに対する追悼式が行われたそうです。私はちょっと11時頃は仕事していたので YouTube 見れなかったんですけれども、今年は YouTube でその追悼式も中継されたそうです。皆さんご存知でしょうか。小池百合子さん、東京都知事ですけれども、彼女は
この追悼式、今まで都知事は必ず追悼文を寄せていたそうですけれども、彼女だけが数年前から追悼文を寄せないと、それから この公園を使うために今度はいろいろ誓約書を書かせて、それを出さないと使わせない、そんなことができたそうですね。でこの朝鮮人や中国の方たちを悼む、二度とこの過ちは繰り返さないという、こういう思いで集まっている人たちに対して、ある右翼団体が毎年やってきてスピーカーで鳴り散らすそうなんです。でその人たちだけがそうやって来るから大騒ぎになっているだけで、実際にその追悼式では何のトラブルも起きてないし、何の問題もない公園の使い方だというふうに都の方も認めているそうなんですけれども、それでも小池知事宛てになぜか誓約書というんですかね、そういうのを書きなさい、出しなさい、そうするまでは公園を貸さないみたいなことを言ってたそうなんです。でこれに対してもおかしいという声がたくさん上がって、ネット署名の運動が起きたり、たくさんの人たちが都に意見をしたり、そういう動きがあって、ようやくこの宣誓書を出さなくても公園を使っていいよということになったそうなんですね。このことを見ても、私はやっぱり一人一人声を上げていく、おかしいということに黙っていてはいけない、その効果というか結果っていうのは必ずついてくるので、それを信じて行動していくってことはとても大切なことなんだなというふうに思いました。話は全然違うんですけれども、3日ぐらい前でしょうかね、また若い女性、23歳の女性が、自殺されて、女優の方ですね。でその方が、もしかしたら SNS で誹謗中傷されてたか、かもしれないというような、そんな報道がありました。私たちの記憶には、その木村花さんというリアリティショーに出られていたプロレスラーの女性のことも記憶に新しいかと思いますけれども、やっぱりこう女性に対するバッシングというのが SNS 上でもどうも広がりすぎてる、収まりきらない、第2第3の被害者を生み出しているということに、私は非常に憤りを感じています。で、このことに対して自民党の対策をしようと、プロジェクトチームを立ち上げているようなんですけれども、ただその中に過去、先ほどまでいらっしゃった福島みずほさんに対して、ニコニコ動画で2013年に匿名で、うるせえ黙れこのババアって書き込んだこの人物が参加してるそうなんですね。自民党議員の人なんですけども、こういう人に女性に対する誹謗中傷対策ができると思います？自分がやってるんですから、本人もこれ認めてるんです。東京新聞が報道しました。こんな人間が SNS の、主に女性に対する誹謗中傷に対するプロジェクトチームで何かできるとは私は思いません。自民党にはそういう体質があるんです。自民党にはそういう誹謗中傷の問題、性差別の問題、民族差別の問題には対応できないですし、対応できないどころか、それを自分たちが何度も何度もやってきているわけですね。こういう人たちにはもう何も私は対策は取れない、いい風に転がしていくような能力はないというふうに思っています。次の選挙ではぜひ、もう自民党や公明党じゃない人たちに私は政権を取ってもらって、この社会に救う差別、これを何とか断ち切っていきたいと思いますので、皆さんともに声を上げ続けましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は9月1日関東大震災があった日ですね。パニックの中で、排外主義や差別主義っていうのはやっぱり吹き出すものなんです。コロナもそうでしたね。こういうパニックで目に見えない、そういった時こそ私たちは冷静に歴史を見返していかなければならない。朝鮮人が井戸に毒を投げたんだ、これはですね、昔ペストの時もそうだったわけです。ユダヤ人が井戸に毒投げたって言ってたくさん殺してるわけですよね。昔から同じそういった手法が続いてきている。
で、朝鮮人だけじゃなくて、朝鮮の方だけではなくて、社会主義の労働組合の人たちとかもたくさん殺されたわけですね、どさくさに紛れて。この有楽町のこの駅の向こう側に今はカツ丼屋さんになってるんですけど、社会主義おでん屋さんっていうのがあって、金子文子さんが働いてたところなんですけれども、この辺はですね、そういった朝鮮人虐殺のかなりゆかり深いところでもあります。今日9月1日はそういう意味もあるなと思っていました。でですね、最後にですね、スピーチをお願いします。長尾ゆりさんが、この間ずっとも長い間と東京で一緒に、ね、戦ってきて、また来月のウィメンラクションもぜひ参加してくださると思うんですけれども、でも一回戻られるということで、本当に今までずっと長尾さんのスピーチを皆さんたくさんたくさん聞いてきたと思うんですけれども、今日はちょっとお礼の気持ちも込めながらちょっと聞きたいなと思います。長尾さん、お願いします。周りの皆さん、なんかちょっと気恥ずかしい紹介をしていただきましたが、憲法共同センターの長尾と言います、安倍首相がやっと辞めてくれました。辞任を表明しました。健康の面ではまあお気をつけてと言うしかありませんけれども、でも私はご苦労様とはあの方に言いたくないです。実際のところは内閣支持率が 30% を切って厳しい政権運営を強いられていた。その中で国民の安倍政権の退陣を求める声が安倍首相を辞任に追い込んだのではないでしょうか。私たちの声で辞めさせることができた、そう思います。いろんなテレビ番組でお疲れ様ご苦労様と言うけれども、私はあの安倍首相がこの7年8ヶ月やってきたことを絶対に忘れてはならないと思います。あの首相が誕生した時に女性が活躍する社会にと何度も言いました。国連でも演説をしました。女性はどうだったんですか。今このコロナの下でまず真っ先に非正規雇用、女性労働者が首を切られています。でも女性はこのコロナの最前線で頑張っています。医療労働者、介護労働者、保育福祉の労働者、7割が女性です。感染の危険にさらされながら毎日奮闘しています。でも一時金はないぞと言われたりしながらです。ブルーインパルスを飛ばすことなんか誰も望んでいないのです。安心して暮らせるその生活の保障が欲しいのです。そして人が働ける状態、人手が増える状態、過重過密の労働から少しは解放されたいと考えているわけです。抜本的な医療への支援、福祉への支援を行うべき、その政府が対策を怠っている、その中で女性労働者の困難が生まれていると思います。女性が活躍なんてよく言ったもんだと私は言いたいと思います。そして森友疑惑、加計学園疑惑、桜を見る会疑惑など、政治の私物化はここまでやるのかというひどさです。自らの罪を隠すために公文書の改ざんまで行われました。改ざんを指示された真面目な公務員は自ら命を絶ちました。私は正義も命も奪ってしまう、こんな政治指導者の姿を子供や孫に見せたくはありません。さらに安倍首相は特定秘密保護法、戦争法、共謀罪法の強行など、戦争する国づくりのための法案を数の力で押し通しました。二度と戦争しないと決めた憲法9条を壊す悪法を国民の反対の声を無視して強行してきました。私はこれも許すことができません。そして2度も消費税を増税しました。
国民の暮らしを破壊するとともに、国民の消費購買力を奪って日本の経済を土台から破壊をしました。そして安倍首相、待機児童ゼロとか介護離職ゼロとか確か言ってましたよね。どこへ行ったんでしょうか。安倍首相本人は外交を自慢しましたが、結局トランプ大統領の前に行ったら墓地で尻尾を振るだけ、トランプ大統領言いなりにアメリカの兵器を爆買いさせられる、そんな始末でした。そしてロシアのプーチン大統領の前に行ったら、それまでは北方領土のことで偉そうに言っていたのに、いざプーチン大統領の前に行ったら借りてきた猫で、何も領土問題進展することもありませんでした。そして安倍首相の危機管理能力がないことはこのコロナ禍ではっきりしました。全校一斉休校、アベノマスクの配布、一向に増えない PCR 検査、補償を伴わない休業要請、 GoTo トラブルと誰もが呼んだ GoTo トラベル、無策ぶりは上げればキリがありません。こんな中で2ヶ月間まともな記者会見も行わず、国会も開かずに手を打ってこなかったのでした。一日も早くやめてほしい、多くの方が正直思っていたのではないでしょうか。安倍首相は記者会見でやり残したことの第一に、改憲、憲法を挙げました。次の新たな体制で憲法を変えるのだと決意と期待を表明しました。一時の空白も許されないなどと言って、敵基地攻撃能力の保有が必要だと言っています。よその国を攻めに行く、よその国を侵略するような国に日本を引き戻したいのでしょうか。私は絶対に嫌です。アジアの国々ともアフリカの国々ともどこの国とも仲良く対等に付き合っていける日本であってほしいと思います。そんな平和な日本を子供や孫たちに残していきたいと思います。どの世論調査を見ても国民は改憲など望んでいません。望んでいるのはコロナ対策です。抜本的な医療体制への支援、 PCR 検査数を増やすこと、今一桁足りない検査数、先進国の中では検査数150位台でもう最低です。なんかこの頃日本というと先進国で最低、何をとっても先進国で最低レベルの国になってしまいました。今必要なのは休業を要請するときに必ず保証を伴う、そんな要請です。軍事予算は一方で6年連続過去最高を更新し続けました。5兆3000億円を超えて膨れ上がった軍事予算、私は不要不急の予算だと思います。削ればいいじゃありませんか。武器があったってコロナから私たちを守ることはできません。 F-35 が何の役に立つんですか。オスプレイが何の役に立つんですか。韓国は F-35 戦闘機を買うのをやめてコロナ対策に回しました。やればできるんです。政治の姿勢だと思います。武器より命に予算を、それが世界の流れとなっています。日本国憲法、私たち大好きです。25条で人間らしく生きる保障、生存権を保障しています。26条でお金の心配なく学べる権利保障しています。この春に大学に入学したのに下宿代だけ取られて、学費だけ取られて、でも何の授業も受けられていないオンラインだけ、そんな学生が本当に多いんです。学生の多くが
後期にもう大学を辞めようかと、そんなところに追い詰められています。お金のことを心配しながら学びたいことが学べない、そんな貧しい国であってはならないと思うのです。若者が大事にされない国であってはならないと思うのです。そして憲法27条には安心して働く権利も保障されています。今必要なのは憲法を変えることではありません。日本国憲法のさまざまな条文を生かしていくことです。実現することです。そのために私たち声を上げ続けたいと思います。声を上げて政治を変えること、私たち国民が主人公として生きられる、私たちが一人一人の人生の主人公として生きられる、そんな世の中、政治に一緒に変えていこうではありませんか。コロナのことで実際に手をつなぐということはなかなか難しい時代ですけれども、でも私たちの心をつないで一緒にこの世の中変えていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。長尾由里さんの全労連の副議長でお疲れ様でした。ありがとうございました。それではですね、最後にいつもの歌を歌って終わりたいと思うんですけど、9月1日バージョンのほぼ歌い納めですね、ノーアベソング。これは先ほどお話してましたけれども韓国でノーアベソングっていうのが歌われて、それをずっと替え歌で歌ってきたんですけれども、今日は歌い納めなんですけれども、中に新たな敵も入ってますので、ぜひ聴いてください。はい、皆さんこんばんは。今日は歌じゃなくて踊っちゃおうかなとか思ってたんですけどもやっぱり安倍さんを辞めても菅さんとか麻生副総理とかがやってくんじゃ今までと変わんないじゃないか、やっぱり安倍政権を変えていかないとダメだというふうに思って今日のバージョンを作ってきました。歌いたいと思います。よろしくお願いします。
来ましたけれども、ありがとうございました。女子高生にめちゃくちゃ人気らしいんです。菅さん、令和おじさん、可愛いとか言っちゃって全然可愛くないですからね。そういうこともちゃんと、全然可愛くないからねってことを言っていかなければならないと思うんです。新しい時代にふさわしいとか言っちゃって、そういう風に作戦立ててるんでしょうけれども、中身は同じ、もっとひどいんだよ、自民党じゃもうダメですねってことをですね、私たちこれからですね、とりあえず約8年間戦ってきました。私ほとんど20代つぎ込んできて本当腹立ってるんですけれども、大学卒業する大学の4年生の時から安倍政権ですから、もう若い子たち安倍政権しか知りません。私より年下の子たち安倍政権しか知らないんです。だからこれで当たり前とは思わずに、まずは安倍政権の前の時代に戻すために頑張らなきゃいけない。秘密保護法に始まり、とんでもない法律作ってきた、忖度政治、忖度政治を作ってきた、マスコミメディアも抱きつかれてきた、こういったところからどんどん私たち元に戻すところから始めなければならない。とっても大変ですけれども、まずは一歩前進、それもですね、私たち安倍政権の前にはなかった共同の戦いというのを手に入れたわけです。安倍政権下で力を合わせなければ戦えない、勝てないということで、力を合わせる、一つになって頑張る、そういったですね、方法をですね、掴み取ってきました。これをですね、引き続き勝利の法則として、共同の戦いでこれからも共にですね、皆さんと戦っていきたいと思います。次のウィーメンズアクションは10月8日、10月の8ですね、10月8日の6時から有楽町ここで行います。ぜひ来てください。ありがとうございました。